今年のバンペイユは台風の被害もなく、また9月と10月に適度な雨が降ったので酸味も低く、なかなかいい状態に仕上がってます。ハウスに入れることによって、バンペイユの酸味を抜く、そして収穫した時よりも黄色くするために、この追熟作業をしてます。実がたくさん詰まったバンペイユの選び方は、ここのヘタの部分にシワが少ないものを選んでいただくと実がたくさん詰まってます。このバンペイユの方が実がたくさん詰まっていると思います。